差別湖は、北海道十勝管内の鹿尾井町北部と、上石掘町南西部にまたがる湖である。大雪山国立公園内にある、差別火山群の山々に囲まれるようにあり、この火山群を構成する、西ヌプカウシヌプリ溶岩ドームと東ヌプカウシヌプリ溶岩ドームの成長とともに、ヤンベツ川がせき止められて、差別湖が形成された。いわゆる、せき止め湖である。 差別湖周辺の空中写真。国土交通省国土画像情報をもとに作成。標高810メートルに位置し、北海道の湖では最も標高の高い場所にある。周囲は13.8キロメートル、最大震度は108メートルである。陶器官は結表する。湖には、弁天島と呼ばれる、小さな島があり、小さな鳥居が立っている。流入河川は、 北東部から流れてくる岩別川。流出河川は南西部から流れ出す差別川である。差別湖の周辺には、シノノメ湖とコマトメ湖という二つの小さな湖がある。シノノメ湖やコマトメ湖付近はナキウサギの生息地域である。周囲は白雲山や唇山と呼ばれている天望山などの東大雪山系の山々に囲まれている。 酒界罠族の淡水魚で、この湖に陸風されることで固有種となったオショロコマの亜種であるミヤベイワナが生息している。他に放流され自然繁殖したニジマス、サクラマス、ワカサギ、ウグイなどが生息している。定期的に内ダザリガニの駆除を行っている。また、夏季には大気が安定していることが多い高原上の地形であるため、気球イベントが行われる。 シカリー別湖畔温泉湖の西岸に2軒の近代的な温泉ホテルが並ぶシカリー別湖畔温泉が、また、ヤンベツ川の上流には1軒宿の山田温泉がある。各宿泊施設では、差別湖に生息する宮部罠な,などを使った各種料理を夕食時に味わうことができる。そのうちの1軒では館内に3つの美術館があり、宿泊客以外でも自由に見学することができる。 四角い別湖畔温泉には、差別湖、ネイチャーセンターがあり、年間を通じて、様々な体験のプログラムを楽しむことができる。湖には遊覧船が就航しているが、その他のエンジン付きボートなどの運航は禁じられている。冬季には、差別湖氷上湖畔祭りが開催され、雪と氷を使って、アラスカのイヌイットたちの家をモチーフにしたオリジナルの構造物、イグルーが作られる。 内部に作られた氷上露天風呂などが観光客の人気を集めている。2005年から鹿尾市長役場と NPO、北海道ツーリズム協会が共同でクレートフィッシングイン全別子と少子特別解禁を行っている。釣りに関する厳しいレギュレーションを整備して、1年に2度に期間と人数を限定し、キャッチリリースで宮部はなお釣ることができる。根室本線。 石昌線の新徳駅から北海道卓職バスの、鹿里別湖繁域利用。鹿尾営業所経由で約70分、終点下車。また、根室本線帯広駅からも同じく、北海道卓職バスの鹿里別湖繁域が出ている。なお、鹿追町の売幕地区から鹿里別湖繁を経て、上志保幌町のぬかびら温泉地区を結ぶ北海道道85号、鹿尾ぬかびら線のうち、 光別湖畔温泉より、先の山田温泉付近から幌鹿峠を経て、ぬかびら温泉までの間の区間は、当期間は通行止めとなる。なお、山田温泉ぬかびら源泉里間は、平成28年台風第15等による災害復旧に時間を要したため、平成28年8月より、通期通行止めだったが、平成31年4月復旧作業が終了し、開通した。 環境長編、日本の故障環境大ー書印刷局、1989年、ありがとうございます。